はい、ということで、どうも、ソスセットンでございます。え？いえ、森の出口。ほうほう。気がついた、黒猫。あ、なるほど。錆びついた刃物が落ちている。持っていく。マチェット。なしだね。中、じゃあ、入りますか。怖えなぁ。猫。買った、作業室、部屋、作業、うわぁ、びっくりした、え？うざ。いや、もうちょっと待ってよ。もう本当にもうさ、持たないんだって、俺が。どっからだろう。テディベアを入れるところからかな？ちょっと待って、本当にしんどい。めちゃめちゃ涙目今。どっかで鍵の開く音がした。これは直接こっちに行っちゃダメってことなのかな？入ってみる？こっちは何もないね。変わってるかな、ここは。魔女日記は変わってない。テディベアがあったところにも何もないよね。大丈夫。この手形の、やばい、ちょっと本当に泣きそうになってきた。あっ！っていうのはさっき見たんだよ。あっ！え、どこ、どうしたらいい？どうしたらいい？え、もうね、俺どうしたらいいかだけ教えてよ。セーブさせてよ、そしてとりあえず。ちょっとさあ、わかる人ヒントとかくれん？割と謎解きは得意な方だったけど、頭が回ってないのかな。ここで火が消えるじゃん。あ、逃げ切れる速さな、これって。ラリー？マジっすか？それは無理なんだと思ってた、勝手に。3回回ってジャンプ。お前マジで違ったらボッコボコすっかんな。嘘、無理なんですけど。これは、俺が下手ってこと？すいません。これ逃げ切ったでいいの？これ戻って大丈夫？大丈夫だった。おい、処刑殺しに何分かかってんだよ。まったく。で、ここか。なにこれ。テディベアの手足が落ちている。持っていかんよ、俺は。でも持てるもんは持っとこうか。ドアが開いた。ほう。ちょっと待ってね。ちゃんと座り直していい？ちょっと。よいしょ。よいしょ。ふう。ああ、めちゃめちゃ怖い。きれい。ワインボトルが並んでいる。暖炉がある。覗いてみる。何？ガスだけ。おー、よかった。なんもなかった。ワインボトルが並んでいる。空のティーポットとカップがある。これなんだ？あ、押せるんだ。骸骨をかたどった器に変な色のスープが入っている。テディベアの手足とか。え、待って、ハサミで切り落としても中には血肉が詰まっている。どういうテディベアよ、それ。気持ち悪いな。ここ入るか、一旦。コックは忙しい。手を貸してやれ。ネズミがいるね。待って、めっちゃ言うんやけど。
ねえ。やだ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 。刺さないでね。見えない何者かがいる。話しかける。ああ、忙しい。手を貸す。ああ、ありがとう。見えないものに腕をつかまれた。まな板の上に手首を押さえつけられた。えっ、ちょうど手が足りない。そういうことか。手を貸してやれってそういうことか。ああ、それは、ああ、ちょ、待って。分かってしまったわ。なるほどね。それでここで手足が、ちょっとあまり走るのやめよう。なんか、雰囲気が。で、てめえに、ほら、手足、やるよ。俺にこれをくれてやるよ。金の鍵を手に入れた。衛生面はちゃんとしろよ。あれ、ネズミかゴキブリか？鍵がかかっている。ここの鍵？ってこと？あー、びっくりした。あんまり大きい声出せないんだって。びっくりしたな。もう変なところから出てこないでよ。あ、4つしかセーブできないんだ。とりあえずこっちに上書きしますか。ええー。はあ？じゃあ次。銀の鍵を手に入れはしたけど。銀の鍵をここでどうこうするわけでもないよね。あと鍵がかかって入れないところってどっかあったっけ？あ、待てよ。なんかある。毒味をしろ。やだ。ほんまに？ダメやで、それは絶対。いや、飲んでみるけど、ほんとに。ほんとに。どうする？飲む？飲ん、いや、もう飲もう。ビオラが毒を受けた。どこかで鍵の開く音がした。命がけ。なんか、なんもないよな。鍵、あそこか。よっしゃって言って、主人公の体の中に入った気がしてるよ。貴族の食卓という本がある。昔の話になるが、支配階級や富裕層の人々は銀製の食器を好んで使っていた。手入れの大変な銀製の食器を使うことで使用人を雇える経済力を世間に示したかったのである。また、銀食器は毒に反応して色が変わるため毒殺の防止にも役立った。あ、はあ、なるほどね。ちゃんと読めよ。でも俺ここ使ったよな、一回。鍵で器を叩く。スープの中に入れればいいんだよね。スープの中に入れた鍵が黒く変色した。どこかで鍵の開く音がした。今さ、暖炉さっきなんかならなかった？暖炉がある。覗いてみる。さっきはすすまみれだったんだけど。あ、そんなもないか。気のせいか。うわー、もう行きたくない。もうやだ。この今、いない。なんだ、あの血を這うやつは。ドアが開いた。ああ、なんかおったな、今。おったよな、今。うわ、絶対動くじゃん、この甲冑。マジでな、ホラー映画の甲冑って動きがちなんだよな。
待って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 。え？ 2 階だよね、ここ。え？急にそんな作り変わる？あ、猫や。猫の置物がある。なんちゃって。あ、びっくりした。着くぞ。槍を持った甲冑の置物、今にも動き出しそうな甲冑は基本的に動くんだよ、みんな。腹立つな。これなんだ。あ、これドアに小さく何か書いてある。超救え、救う、ひらがなっていうのがまたやらしいんだよね。